こんにちは、ベチです。よろしくお願いします。あ、一人になると緊張しますね。11月16日の火曜日、新宿文化センターショーホール夜7時から9時で、ジョン・デュマスさんという、海外から来日しているヒーリングサウンドミュージシャンとちょっとコラボレーションすることが急遽決定しまして、皆様遊びに来ていただければと思います。外人さんですけれども、日本ジョンさんという日本人じゃんすいません、自分で笑って助けてください。以上です。もしよろしければミクシーとかもやってますんで、ぜひ検索してください。よろしくお願いします。ジョン・デュマス、ヒーリング新宿文化センターショーホール、わかりました。あとスタジオからも告知1個だけ、今月から随時開講してるんですけども、今昼間のクラスっていうのを1時から2時半と2時40分から4時10分っていうクラスを開いておりまして、それで新しい先生が今たくさん増えて、今日何回か見にいらっしゃる方も初めて見たような先生も多いと思うんですけれども、その、昼間のクラスがですね、開校してから3ヶ月間、全レッスン昼間の1時からその、平日昼間のクラスは、1時から4時10分まで2クラスで全部、ワンレッスンにつき1000円で受けることができます。とっても昼間時間ある人はお得なので、ぜひ利用していただければというふうに思います。それでは、ここで改めてご紹介いたしましょう。 J28 スタジオ代表陣博士、いかがでしたか。パフォーマーの皆様、お客様、それからインストラクターの皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、まだ終わってないですよ。J ダンス東京コレクションということで、はい、新しくリニューアルしたら、その名前に恥じないような素晴らしいパフォーマンスとする衣装も可愛いし、それに特に僕は今回もとても印象的だったのは、先生方の振り付けっていうものに対するレベルの展開、意識がとても高くなっていて、どの作品もすごく良くなってるんですね。すごく素晴らしいパフォーマンス、そしてヒロナのビートボックスもやっぱりノリもすごく楽しいし、初めてのベリーダンサーの冬さんです。そうです、冬さん、はい、とかいろんな方がまた新しく参加していただいて、本当に素晴らしい J ダンス東京コレクションの、はい、出発になりました。はい、まだありますけど、はい、そんな感じです。はい、はい、では先生の掛け声合図でカーテンコール行きたいと思います。それでは皆さんで